奥崎健造は、日本の元、陸軍軍人、バッテリー賞、著述家、俳優、アナーキスト、昭和天皇パチンコ狙撃事件、皇室ポルノベラ事件やドキュメンタリー映画、雪雪て、新軍への出演で知られる。自らを、新軍平等兵と称していた。奥崎健造帝1920年、兵庫県明石市大倉町六丁目で生まれる。本地は、 兵庫県三木市口よ川町巻。小学校を卒業後は、木綿問屋のデッジ暴行に出た。1940年、徴兵検査に講師合格。1941年3月に、岡山連隊に入営し、後に、旧校の公兵隊へ転属。1943年1月、独立公兵第36連隊に配属され、4月に、当時激戦地だった。 イギリス領東ニューギニアに派遣される。部隊は、配送を重ねながら、上とマラリアに苦しみ、千数百名のうち生き残ったのはわずか三十、数名だった。奥崎は配送の前から、たびたび上官に暴行を働いて、食料を奪っていたが、そのことが知れると、上官の恥になるため露見しなかったという。また、奥崎は、この配送の過程で右手と右足に、 敵の銃弾を受けた結果、右手の小指を失っている。最終階級は上等兵。1944年7月18日、西部ニューギニアのデンタにて、連合軍の食料を盗んでいったところを、米兵よ、自分を打てのおいで、GI、カムガン、と叫び、投降。合衆軍の捕虜となる。捕虜番号148,715。兵の第八捕虜収容所にて、 病院のコックをしていた。1946年3月に福音欧衆当局は引き上げ船に生鮮野菜や肉類を大量に積み込んだものの船内の給食は極めて悪く、船員が福音者の食料を横領しているのだとの噂が流れた。奥崎は噂を確かめるべく単身で船長室に乗り込み、船長に必要な暴行を加え腹部を傾向した。 理発用のハサミで刺した。しかし、被害者であるはずの船長が、横領事件の発覚を恐れ、奥崎に事件を内分で済ませてもらいたいと申し出たため、この時も刑罰を受けることはなかった。それ以降、引き上げ船では食べられないほどの食料が出るようになり、それまで目立たぬ存在であった奥崎はたちまち船内の英雄となる。百四十七年三月、 三木市の共和製作所に就職。同年五月に製作所の寮母の石地、沈みと結婚。1五十一年、神戸市兵庫区に三電池工業所を開業し、バッテリーショー中古車販売、自動車修理を営む。1五十六年、店舗の賃貸借をめぐる金銭トラブルから不動産業者を視察し、 生涯致死罪で、懲役10年の刑に服する。1969年、皇居の一般参画で、昭和天皇にパチンコ玉を発射し、暴行罪で、懲役1年6ヶ月の刑に服する。1974年、残留日本兵救出の目的で、グアムを訪問。1976年、宇宙人の聖書を、自費出版。その宣言のため、 銀座、渋谷、新宿の歩行者天国で、ポルノ写真に、天皇一家の顔写真をコラージュしたビラ約3000枚を、撒いた。全国指名手配された直後、独立公平36連隊の生き残りの元軍総宅を訪れたところを、埼玉県警察のパトカーに発見され、深谷警察署により逮捕、歪説図が反プで、懲役1年2ヶ月の刑に服する。 1977年、国中から参院選全国区に出馬し、新軍新聞を発行した。1980年、再び参院選全国区に立候補。二度にわたり選挙広告の掲載を拒否した、朝日新聞社社長、渡辺正樹の襲撃を計画するが、年末、偶然テレビで、当時の自民党最大派閥、木曜会の忘年会のニュースを見たことから、 天皇に通ずる社会の悪因として、目標を田中角栄に変更。1981年、田中角栄を殺すために記すを、自費出版。田中に対する殺人予備罪で、書類送検されるが、不起訴となった。その後は、自家用車2台を使用し、外線活動、実著の宣伝を行っていた。1982年から、記録映画、雪雪て。で 新聞の撮影が始まる。1983年3月、原和夫監督らと西ニューギニアでロケを観光。同年9月にはパプアニューギニアへ単独で異例に赴く。同年12月に行われた衆院選で当時の兵庫一区から立候補。終戦直後に独立公兵隊第36連隊内で戦病死した兵士の死の真相を追ううち、 元中隊長他3名の殺害を決意する。元中隊長宅を訪れた際、大隊に出た長男に改造拳銃を発砲し、殺人未遂罪等で、懲役12年の刑に服する。広島拘置所に収監中だった1986年9月、妻を亡くす。刑の確定後、熊本刑務所を経て1993年6月、白の医療刑務所に遺憾。 1997年8月、府中刑務所より満期出所。1998年、映画、神様の愛やに主演。2005年、死去。入院していた神戸市内の病院で、死去寸前まで、馬鹿野郎と周りにわめき散らしていたと報道されていた。しかし、奥崎の支援者によると、入院中に、みんな、要してくれます。と漏らしていたという。 奥崎の死後、ほどなくして自宅は解体され、現在は駐車場となっている。原和夫によると、奥崎と沈み、奥崎の母親の眠る墓も撤去され、跡地は更地となっている。1969年1月2日、皇居で6年ぶりに行われた一般参賀で、奥崎は昭和天皇に向かってパチンコ玉を発射した。昭和天皇がバルコニーにいたところ、 奥崎が15メートル先から手製のゴムパチンコでパチンコ玉3個を発射。さらに山崎、天皇をピストルで撃て、と声を上げパチンコ玉をもう1個放った。玉はいずれも昭和天皇の足元付近、バルコニーの裾隠しに当たっただけだった。奥崎は私服警官にその場で逮捕された。後半では正規を露出して検事に小弁をかけ、 判事に唾を吐きかけた。結局、暴行罪で、懲役1年6ヶ月の判決を受けた。当時はバルコニーに、防弾ガラスが入っていなかったが、この事件を機に入れるようになった。ありがとうございます。